はい、こんにちは、星野幸です。昨日のね、VTuber の方も配信してましたけど、一騎団結、三電子、新しいソフトですね。これはね、アーケード版からファミコン版まで結構遊びましたね。いやー、こんな形で復活するんですね。まあね、三電子が復活したのもありがたいんですけど、まあ、基本的にね、ほぼ地元に近い企業ですので、江南だったらモゾ神尾台の駅と302の、ね、交差する道をずっと北に、西原の駅の方にずっと北に行くと、もうすぐ江南の駅があって、三電子の、会社がありますので、なんかね名古屋とかにねお越しの際は、なんだろうね、見学とかやってないとは思うんですけど、なんかね、ご当地巡りとかでね、伺ってみても、まあその付近ね散歩されてみても、確かね江南の駅からもうすぐ近くだと思いますの でちょっとねプレイ画面の方も見たんですけど、画面っていうかキャラクター結構ちっちゃいっすよね。なんかもっと大きかった記憶があるんですけどね。あとこんな虫とか襲ってきましたっけ。なんかね忍者とかねえ、なんかお侍さんとかが襲ってきた記憶はあるけど、Steam の方ではもう昨日から、とりあえずね、ウィッシュリストにはもう入れれるようになってますね。一応年内の、これは発売なのかな？無料版ではないですよね。多分、販売してオンラインで、ね、16人、最大16人同時プレイができるって感じで。面白いんじゃないですかね、これ。テスト版とかにも参加できますので、本当にね一気に思い出ある方は、あとね英語とか中国語とかも対応だから、外人さんってこれ遊んだことあるのかな。元々のね初期のバージョン、結構外人受けにしそうですよね。この日本のなんか昔の百姓とか田んぼのイメージ、畑。これね、これねあれなんですよね、私は一つ思うにね、このアクションはいいと思うんですけど、もう一個ねシミュレーション要素も加えていただけると長く遊べるかなと思うんですよね。要はね、自分の主人公のね、まあ百姓の普通の普通の農家の、どういう設定でしたっけ、もう設定忘れちゃったけど、普通の農民ですよね。村長とかそういうのでもなく。でこれ設定とかでね、自分がね村長になったりとかで、なんか集落作ったりとかして、そこでねなんか農民を育てたりとか。ねえ
集落を育てて村にしたりとかねえなんかそういった部分でねえ、あとはなんか寺小屋とか作ってね、なんだろう、戦略的なねえ、あの、まあ、三国志とかそういうのじゃないですけど、でもなんかそういうような要素もこの一期と一期になんかね加わって遊べるとなんかニューバージョンとしてはより面白いんじゃないかなって、まあ、こういうアクションの部分もね、もちろん面白いと思うんですけど、ただ1年も2年もね熱くなって遊ぶかなと思ったら多分、まあ、せいぜいやっても3ヶ月ぐらいかなって感じだと思うんですよね。これをやっぱり年単位で遊ぶのであれば、ここにシミュレーション要素があって、なんかね、育成してね、で、育成したね集落っていうか村ごとでまたプレイヤーです、そういった方々がね一致団結してね、下克上をするみたいな感じで、もうあのなんだろうね、城に攻め込むっていうような感じで農民が城に攻め込んでね下克上をするっていうような天下統一、農民が天下統一みたいな感じでも面白いとは思うんですけどね。僕がやってた記憶はね、竹槍じゃなかったっけ、これ竹槍じゃないよね武器。なんか飛び道具ファミコン版は確かクワとかでしたよね、飛び道具がクワとか、あと竹槍で竹槍でついてた記憶はあるんですけどね。これは出たら遊んでみようとは思いますよ。販売って形になったとしても、もうせいぜいこれだと言っても5000円ぐらい、4、5000円ぐらいまだね情報が未定だからあれだけど、これねシミュレーション要素もあったらね、ほんと息の長いゲームになると思いますので、まだねいろいろと今開発のまだね段階で、多分ねこの形だとサンデンスさんとかもね消費者の意見とかね取り入れていろいろとやっていただけると思いますので、注目されてはいかがでしょうか。